サスケはこの葉隠れのジラヤに弟子入りし、たくましく成長したナルト。綱手の下で医療忍術を学んだサクラ。一人前の忍びとなった二人は、かつてのカカシはナルトたちの今の実力を測るため、かつて行った演習を再び行うと。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い、もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。私たちの力、カカシ先生にしっかり教えてあげましょう。ああ、修行の成果。さて始めますか。おう、はい。俺も少し本気を出さないとな。よし、一気に決めてやるってばよ。こっちの戦いに負けられない。一気に行く。どうやら今回は本気を出さないといけないようだ。まさかここまでだね。だからちゃんと強くなってんな。やっての成功に私も食らいついていかないと。どうだも予選ガン。何こんなもんかよ。カカシ先生やるじゃないか。カトン高火球の術。でけえ間に合え。あったかたたいくぞ。この火球体術奥義。危ない危ない。さすがカカシ先生。ここまでやるとはな。だが次はどうかな。鈴は絶対奪い取る。落ち着け。大丈夫、私ならやれる。まったくとんでもない忍びになったな。カトン豪華級の術。カトン豪華級の術。水遁水流弾の術。大気。
貸してみろ。壊れちまった。バトル豪華級の術。こいつはどうだ。水流弾の術。一気に。ダン。ゴアンチキ。一度。一気に。そっちか。まだだ。まだ終わってねえ。どうだ、カカシ先生。こいつはどうだ。ビビっただろう。水流弾の術。逃げねえと。バトン豪華級の術。大玉まだまだ負けやしないよ。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り回してみろ。壊れちまった。バトン豪華級の術。水遁水流弾の術。あんなの相手にしてらんねえってばよ。カトン豪華級の術。こいつはどうだ。水流弾の術。大切りかわしてみろ。よっと。バトン豪華級の術。こいつはどうだ。水流弾の術。逃げるか。どうだ。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り。どっ。急の術。こいつはどうだ。水流弾の術。逃げ切れるかな。大切り追い勝つ。どうだ。こいつはどうだ。水流弾の術。大切り。これで足場はなくなったぞ。こいつら。水遁水流弾の術。さくらちゃん、なれた。えっ、なら火柱影分身の術。
成長したな。本当に鈴取られちゃうとはね。桜ちゃん大活躍だったってば、うん、ナルトだって。よし、俺ってばカカシ先生。何言ってんのよ偉そうに。ま、二人はすでに生徒ではなく背中を預けるに値する。こうして新たなカカシ班が結成されたのだ。新たなカカシ班が結成された矢先、思いがけない知らせがナルトのもとに届く。かつて暁はナルトはガーラを救うため仲間たちと共に、そこでナルトは逃亡しようとしたデーダラを追いかけ、非道な暁に対しガーラの痛みを知るナルトの怒りは、ガーラを返せ。やれるもんならやってみな。お前だけは絶対。変わった人中力だなお前。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もかわいそうな嫌われ者同士、おっとけなかった。あれやった俺がぶっ潰す。やれるもんならやってみな。やっと。あとは頼んだぞ。ナルトたちは暁のデーダラを撃退しガーラの体を奪還することに。だが死んでしまった者を治療することは。なんでガーラが
ガーラばっかりが。少し落ち着け。うるせえ！お前ら砂の忍び、お前ら、ガーラが何を思ってたか少しは聞いたか？何がち、偉そうにそんな。ガーラのために同国衆なると。その姿に心を動かされた砂隠れの里の重鎮チオバーは、次の世代の者たちが忍びの未来を変えることを願い。ナルト、チオバー様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。ナルトはその思いに三代目ホカゲと同じ。Thank you.
Thank you.